はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。第109回闘技場ですね。今日は5日目かな、なります。昨日まで12勝0敗となっております。いやね、今ギルド大会やってね、めっちゃ疲れてる連戦です。いや苦しかった苦しかったです。じゃあ行きましょう。ここかな。混乱が狙える感じ、混乱が狙える感じ。ここもいいですね、ここもいいですね。行きましょう、行こう行こう。いやいよいよ明日ですね。情報局、情報タクト、情報局、呪文は何になるんでしょうか。はい、対戦よろしくお願いします。無凸の勇者だったんで、多分うちがね先行けるんじゃない。ビアンカとアリーナは来させて、行く感じ。5番か、1番の5番。これこうだね。あー、ビアンカちゃんがあれか、これこっち置いてて、もういいね。うん、いいね、いいね、うん。あ、これでいいんじゃない、これで。これが来るか、先にかまいたち入っちゃうな。かまいたち、バギーは半減、いいんじゃないですか。あ、タナナがぶち込めないか。こうして、ちょっと待って、あなたが、あ、ぶち込めないか。剣戦、うん、剣戦になっちゃうのか。あ、違う違う、勇者で引っ張ってきて、あ、違う違う、ドルマゲス引っ張ってきて、やればいいんじゃない。で、これ、烈進撃、好きな方にさせます。よし、行こう。いや、つくづく思うんですがね、この個人大会結構バカにならなくて。あ、ダメか。あ、まあまあいいか、これでいいか、これでいって、オッケー。で、これ剣線入れ、いや、L 字でね、多分落ちると思うんだよね。813。多分ね、落ちると思うんだよね。これ、こっち打っておこうかな、なんか。あ、やった。混乱取れてくれ、そこは、マジで。よし、いいんじゃないかな。はい。混乱で、ファイヤー入れとく。やっちを L 字打って、こっちをこんな感じ、ファイヤー打ちましょうか。もうこれはね、起こし合うことは無理ですね。そこの配置もなかなかいい。あい、ちょっと待ってよ、ねえ、ひどすぎないか、それは。さすがに、これはこっち行っちゃう。で、次のターンもモンジャをやる。これはなんかうまい感じにならないかな。エルジュマ県であっちを処理したいな、処理したいな。で、こっちはこっちで行こうかね。起こして混乱って感じかな。こっち行ってエルジュマ県と、ナイス。もんじゃって魅了とかなんかあんのかな、違ったかな。いや、先ほどのね、あの個人大会のもう重要という話なんですが、まあ、今日からね、ギルド大会が始まっ、あの本戦ね、始まってますが、結構闘技場やってないと、仕様とか ああいう感じね、わからない。落ちる、ちょこちょこ変わってるからね、仕様が。AI の動く感じとかやっておかないと
いざという時、まあギルド大会がいざという時なんだけど、そこでね失敗してしまうということはありますので、やっといてよかったなと思いますよ、この個人大会ね。結構やってないって人も今多いと思うんだけど、ハヌマン行こうかな。ハヌマンなかなか当たれないからね。いや他にこんなん取れそうなのいっぱいあるんだけどね。けどまあちょっと当たりづらいキャラ、あでもブレスだからちょっとまずいか。はい、対戦よろしくお願いします。そしてあのツイッターなんかでもちょっと見たんですが、マスターリーグ、まあ、今回ねうちのチームはマスターリーグに進むことができたんですが、結構、難しくってマスターリーグに進むことすらね、前は結構余裕だったんだけどね、今チーム自体がねビルド&スクラップ&ビルドみたいな感じでどんどん再編されて、これまずくない？え、この子なんだっけ？全部ブレスだよな。なあ、しかもデインか。デインだったらマゲちゃん受けられるんじゃない？マゲちゃん一と、これね。あ、なんかあんだっけ？他に。なんか休みとかそういうのあんだっけ？ないか。無制ダメージを3回与えず、時々下げる。素早さ下げる。素早さもともと遅いからうちにいいよ。で2番この子が入っちゃったら嫌だな、痛いな。あ大丈夫ね。で次のサブエンジンが発動したりとかするんで、そこも問題です。でこの子が来てゴゴゴゴゴをされる。でこの子がメラのあれがゴゴゴゴゴをされる。こんな感じ。じゃあ、これはじゃあ何打ってくる。これちょっとまずいか。 T 字のデインのあれだな多分、ね、デインの息だな。あデインの息だ。デイン確か OK だったよね。ね、要点 OK だ。本当いいんだよな、勇者には向いてんだよな。なんだなんだ、 T 字の台か。 T 字の台、 T 字の台、この辺 1,2,3 ここだね。ここから T 字、まあ、こっちの可能性、あここだね、ここだここだ、間違いない、ここだ。デインデインのブレスで、その後こっちは来れないからこっちに回ってくるね。こっち回ってきて、受けられるこれ。デイン受けるの。デインの後に、あれか。ギリって感じかな。生き残れたら会いましょう状態かもしれないね、これね。あと混乱があの子取れる。で、そうだよな。サージも混乱なんだよな。サージも混乱なんでね。そうなんだよね。これこっち行く？どうせあれだから。どっちにしろあれだから。ね。でも邪魔になっちゃうかな。で、混乱とかなんか狙っていきたいかなっていう感じかな。はい、行きましょう。あー、足りそうだね。勇者。頼むぞ。いいよ。L 字負け、そこは L 字負け。でこっち状態以上2人で、あーっとこれ大丈夫か。マデスさんの息耐えれるか。ゴゴゴゴン、終わった終わったよ。どうする。焼けつくはまず誰取るの。取る人いないか。不死鳥天であそこぶっこんで、あー違うのか。この子なメラ取るんだよな。メラとイオどう。イオ半減か。じゃちょっと厳しいのかな。引っ張るにする。引っ張るにして、引っ張らして不死鳥天雷ぶっ込んで L 字負け。あれ混乱取れるから、あこの子、あこの子も混乱じゃなかった。混乱やつ、混乱やつだ。こっちだな。こっち行って、あれこんな2枚取っちゃえばいいから、こっちです。はい、完全にこっちです。いやバゲージと一緒にやりたかったな。
こっちだね、完全こっちだね、剣線でいいか。こっち側ちょっと少しでも行っとく。剣線で落ちるから、あ、ファイアプレスも、あ、じゃあダメダメ、こうなっとなきゃダメだね、うん。でここまで出て剣線とかでいいんじゃないですか。でここで混乱抜き、ナイスナイスです。 1,2,3,4 ここでいいね、はい。あぶねあぶね、範囲ちょっとね、ちょっと待て、あ、次動いちゃうか。こっちはうーんって感じだね。これこれでいいか、これはこれでいって、起こしちゃってナイスナイス、ぶち込め、違う、そこ違う、そこ違う。次休み入ってるからこっち行こうか。じゃあ、いや、バタフライちょっと違ったな、まあいいか。で L 字魔剣落ちろ、ナイス。どっちでもいいけど、どっちする、ハヌマーンにしたいな。ハヌマーン、ファイアブレス、ハヌマーンに必殺で落とすっていうのもなかなかね、オツじゃないですか。 OK、 戦線それから年末年始のね、イベントがめちゃくちゃ楽しみすぎませんか。新しい新ナンバリングイベントが来つつの、まあガチャもね、まあやってくれるだろうし、まあこの間少年テレビは当たんなかったけれども、まあなかなか年末年始楽しみにしております。どうしようかな、ここはちょっと厳しいな、うん、こういうとこも当たっときたいんだよな。でもクリンから1匹で来てくんないかな、1匹でも相当だよ。行きましょうか、まあ負けてもしゃあないなこれはな。でもまあ先ほども言ったようにね、経験値としてやっといた方がいいと思うんだよな。ダイスラなんかもまさにそう、ギルド大会の防衛っつったら大体ダイスラとか入ってるじゃないですか、フォレストとかね、キサロナイトとか、毛嫌いしてやってないとね、そういう大会のいざという時に選べると、もうチームがもうそこしかないとかね、なっちゃうと積んでるよね、ちょっと怖いよね。 1,2,3 でこの子ってさ、置いとくとさ、なんかバフ掛け入るんだよな、範囲に入らないと。違ったかな、なんかそんな気がするんでね。違うんだっけ、あ、しかもラリフォーマ持ちか、うん、スカラだ、スカラになっちゃうよ多分。2番、まあ入らなくていいか。神は何、寝るとかなんかないの、ないかね。ギラブレスは食らってしまうな。1番、まあしゃあない、なんかする。2番が、これは無駄無駄無駄のパターンね。で3番が来ますね、この子がついに。どんぐらい来んのこれ。縦5っていうのは見なかったことにしよう。1から4だね。 1,2,3 マス先の十字のメラ、時々混乱パニックボール、ダークオーランタン、1から4マス先のドルマ属性呪文な、でも呪文ね。1から4の、混乱か。でこの子の特性は何なんだろうね、攻撃タイプなんだろうか。 AI としてパニックボールって選びづらいのかな。
なんか妨害タイプだったらねパニックボール打ち取るだけどさ、攻撃タイプだとしたらさ普通に下2つのやつを打ってきそうですけどね。1から4、1、2、3、3先の十字か、あそれパターンか、4マス打ち込むやつね。1、2、3、4マスだから、どっちにしろキサロか電電流しか受けないという感じかな。でドルマメラか、ドルマメラいけそうかな、これはね。で眠りが取れるんで眠らせる、うーんだね。あとは生き残ったメンツで考えていく。ドルマだって勇者まずいからね。あこれこっちでもいいっちゃいいんだよなね、いいよね。よし、じゃあこれできます。はい、生き残ったメンツで考えよう。でこのギラが痛いよ。あーこれなんだよね。 OK、 OK、 分からんけど OK。 でだ、あの子は眠り取れる。でカミュちゃんから行きたいんだよ。カミュちゃんから焼けつくはこんな感じで、三河市が40歩入ってますんで、プラス素早さでのあれが来ると。であとこれ考えたのがこれなんだよね。この子があるから考えておかないと、痛めつけるのはまあここだよね。言うてもね、こっち側来ちゃっていいか。はい、あっ違う、焼けつくじゃな、焼けつきやるつもりなかったんだけど、あれ昔やめて、あぶねー。よしよし、じゃあまあまあまあ結果オーライにします。次回復入っ、あちげえわ、あ違うわ、ちょっと待って、これ行かなきゃまずいな。あ行かなきゃまずいねこれ。あそうか、次回復と、あの野郎後ろで羽ばたいてやる嫌がるけど、あちょっと待って、まずいわ。次この子素早さ525、これね勝つ。オッケー。ね、打たなきゃダメだ。これ、打たなきゃダメ。みんな、レッツゴー。打たなきゃダメだ。混乱が、こっち行っとくか。いや、次、上回れるから大丈夫だ。で、イオが通るから、いける。1、2、3。1、2、3。うん、大丈夫だね。1、2、3、ここでやる必要ある。あっ ここでやろうか、ここで混乱取っちゃえばいい。あー OKOKOK、 あー OK、 えあれあなた混乱苦手じゃなかったっけ。あれあ違うな。でこれはファイアブレスです。こんな固まっちゃっていいのか、引っ張るとかそういうの打ちたいんだけどな。あー次落ちるな、次落ちるな。混乱打とうか、混乱打って、あのクインガル状態異常回復、あちょっと待って違うか、あダメか、上回ったって全回復じゃ多分ダメでしょ。バギー半減か、あダメだ。えそんな入らない、え まあこれ良かったっちゃ良かったけど、これが一番良かったのかな。生き返った場所ないよ。ちょっと待って、生き返ってさ、あーちょっと痛いんだけど、あ次回復か、ふぅ、ちょ今見た、生き返って生き返った場所見た今。あれランダムなのかな、それとも下って決まってんのかな。
ドルマゲス引っ張ってきちゃったからさ、そういう場合さ、生き返れないってしちゃダメかな。プールに潜ってさ、どこまで潜れるかってやってさ、上見たらさ、ボートがいた時の絶望みたいな感じで、上蓋されたらもうおしまいみたいな。そこも戦略性があっていいんじゃないですか。どこ行こう。混乱取れるところ。竜王も久しぶりだね。竜王と鎧の騎士いたよ。セットでいいんじゃない、あれ。でも大行きたいんだけど、ここなんだよな、一番強そうなところが。どこ行くっすか。竜王行くか。竜王と鎧の騎士行きましょうか。あ、3回終わってた、すいません。あ、終わってました。はい、というわけで5日目終わりました。15勝0敗。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。